はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日は火曜日です。ピースの1週間がね、今日からまだ始まりました。車のね、買い取りがまたまた入りまして、最近買い取りの方絶好調ですね。ご相談いただけること本当に感謝でございます。ピースはね、車の買い取りと販売が得意な車屋ですんでね、不要な車などご相談いただければ、高価買取対応ね、喜んでやらせていただきます。まずこちらの、これトヨタのポルテです。まあちょっとね、へこみが出てたり、外装もそうなんですけど、長身もね、だいぶ痛みの方が出てますね。そんで一番すごいのが、見えますかね、これ走行距離見えます？33万キロ乗っております。すごいね、33万キロ超えのトヨタのポルテでも、エンジンしっかり一発始動、今まで元気よく走っておりました。多分これからも走る気になるのは全然走れそうなんですけど、まあでもね、まあ、距離が距離なので、今回お客様の方で、手放されたって感じの車ですね。まあ、内装外装の痛みもあったからかな。とりあえず今回こちらのポルテは輸出向け買い取りってことで取らさせていただきました。33万キロ超えのこの車、ピースでの輸出向け買い取り、7万円で買い取りしました。7万円での買い取りでございます。トヨタの車はね、輸出向けに行くようなね、車結構あるんですよ。排気量ちっちゃい車はね、どうしてもまあちょっと安いのが多くなっちゃうんですけども、まあ、であってもまあまあな金額で買い取りできますよね。このポルテに関しても7万円で輸出向け買い取りで対応させていただきました。この買い取り金額も、その、まあ、その時その時のこのリアルタイムな、買い取り額でやってるもので、高い時は高い水準で取ります。で、下がれば下がった水準で取るっていう風な。まあ、当たり前だね。買い取りっていうのは、まあ、車って相場が変動があるもんなんでね。まあ、とりあえず今回こちらのポルテは7万円で33万キロ超えの車でございます。7万円での買い取りやらさせていただきました。こういう車ね、手放そうかなと思われてる方、お金になんねえべななんて思わないで持ってきてみてください。お金になります。7万円ですからね、バカになんないよね。昔のイメージだとさ、こういうのをね、スクラップ、そのなんだ、ナンバーマッションフィードが払って捨ててもらうみたいなね、まあ、場合によっては排気量払うみたいな、そんな風なイメージがあるかと思うんですけども、そんなことないです。買い取りできますので、今輸出向けも非常に活発でございます。ピースは、買い取り得意でございます。ぜひね、ご相談いただければと思います。それとまたまた買い取りの今回、まあ、今回がね、最近本当買い取りが、ね、いっぱいいろいろ入っていて、このゼスト、これはスクラップ買い取りですね。スクラップ買い取りピース、スクラップの買い取りもやっております。これは買い替えか、ね、ピースで車買っていただいて、下取りで入ってきた車になりますね。下取りで入ってきた車、今回ピースでの、買い取り金額はスクラップ買い取り3万円で取らさせていただきました。3万円で、軽自動車はどんな車でもスクラップでも3万円の買い取り、天井のハゲがあったり、この辺が結構これ擦ってる跡だったりね、はい、痛みの方は結構出ております。でもね、スクラップは車として生かす金額じゃないんでね、鉄くずとしての、買い取り金額、まあ、スクラップの買い取りとして取ってるんでね、外装の痛みとかはね、正直全然関係ないです。壊れていても軽自動車は3万円での買い取り対応できますんでね、古くても壊れていても軽自動車は3万円ね、持ち込みいただければと思います。まずこのゼストも、買い取り、あとここからは、オークションから買った車たち、 NBOX 2代目モデルの NBOX、 先日オークションの方から落札いたしました。物が非常にいいです。こちら、じゃーん、いいね、新しいです。平成30年式でも距離は結構乗ってて、11万キロ乗っておりました。11万キロ乗ってる平成30年式の、距離乗ってる分ね、お値段の方ちょっとこう、ちょっと買いやすい、ちょっと低い単価で買えてるかなってところ、つってもやっぱり人気車種なんで、まあまあな金額になりますね。まだまだ高いです、正直に高えなと思いながら買ってる車ですんで、ね、距離11万キロ乗ってたけど、まあこのくらいだったらなんとかなっかなと思ってね、買ってたんですけど、まあまず仕上げてみて、イメージ的には
そうだね、新品タイヤとか保証も外部保証1年間つけたりとか、まあ、一通りね整備メンテナンスがっちりとやって乗り上がりが70万円くらいかな。おそらく70万円くらいの乗り上がりで販売できんじゃないかなと思ってる平成30年式の11万キロの N ボックス2代目モデルでございます。これはまあまだ入ったばっかなんで、今からしっかりと整備の方やって内装外装の仕上げやっていこうかと思います。70万円ね、決して安い金額じゃないんですけど、まあね、この手の車人気どころなんでね、どうしてもそのくらいの価格帯、どうしてもこう単価がね高い単価になってしまってますね。まあでもしっかりと仕上げの方やって店頭の方に値段出ししていきます。あとはこっちにもね買ってた車があったんですよ。これもオークション柄の仕入れです。はい、これミラココア。もうミラココアはピースではもうたくさん触ったことのある車なんで、はい、可愛いですね。丸めモデルの軽自動車。これもこの間のオークションでね買ってたんですけど、まあウォーターポンプの交換度が整備作業をしっかりやりながら仕上げていきます。あと N ワゴン、平成27年式の N ワゴン、これも11万キロぐらい乗ってたかな。11万キロぐらい乗ってて、かっこいいね、黒色でございます。かっこいいね、 N ワゴン27年式の11万キロ。ちょっと外装がねへこみが出てたり、ここもそうなんですけど、ちょっとところどころちょいちょいと気になる痛みがね細いんですけどあって、まあこういうのを手直し加えるとね結構ねバカにならないぐらいお金かかっちゃうんですけど、でも仕上げた方がいいだろうね。これはしっかりと板金塗装で、外装の仕上げやりながら、あとはなんだミッションオイルの交換度がブレーキのオーバーホールドが整備作業もしっかりとやって値段出ししていきます。どのぐらいの乗り上がりになるだろうな、50万とか60万ぐらいになるかな。車検2年付き、外部保証も1年付けながら、ね、新品タイヤもワンセットつけて5、60万円くらいの乗り上がりで上がってくると思います。 N シリーズ、 N ワゴンでも人気どころの黒です。外装がねちょっと手直し、こういうのが、ね、お金かかっちゃうんですよね。やっぱね、でもやんないとやっぱり売れないんでね、しっかり仕上げの方やりながら値段出ししていきます。いいね、最近車のオークション柄あんまりね買ってこれなくていたんですけども、やっと何台かだけ買いました。あ、それとあと先日地元の買い取りで入ってきた車、ちょっと整備作業するんでそっちの方を一回移してみます。このデイズルークス、これもこの間動画で紹介させてもらってたんですけども、 あとこの N ボックスもね、これも買い取りで入ってきた車。ほんで、まず順番にね整備の方やりながら仕上げていきます。一気にできればいいんですけど、ピース少人数でやってるもんでね、本当順番にしかね対応ができなくて、まあでもね手抜いたような仕事したくはないんで、1台ずつしっかりと仕上げていきます。このデイズルークスも、あ、デイズハイウェイスターが、これも平成26年式で10万と7000キロだったっけかな、ね、非常に状態のいい車でございます。これも人気の黒、かっこいいね。これは、一応明日整備する予定で、プラグとかベルト類の交換をして、あとエンジンオイルの交換とかかな、仕上げる予定の車でございます。車検が1年ぐらい残ってて、でまあ、車検ついた状態で、今ナンバー変更中なんですけども、車検ついた状態で再販売に回した方がいいかなとかね考えながら悩んでおりました。まあでもまず整備の方しっかり仕上げてから、値段出ししていこうと思います。こんなところかな。車検抹消してさ、ナンバー抹消して車検2年付きにしてっていう売り方ももちろんありなんですけど、車検残量残ってる車どういうふうにこう取り扱いしたらいいかなっていうのを毎回悩むんですけど、少しでもやっぱり安く売るのには車検残量のまんまで目原稿だけやって出すって方が、まあやっぱりその分安くは済むかなってとこなんですけど、あと車検丸々2年付きでね、2年付きの方が買われるお客様的にはこうなんていうのかな、買いやすいんだって、まあ若干値段は上がるにしても買いやすいんだっていうのもねやっぱあって、どっちがいいかなって毎回悩みますね。本当に抹消して
車検2年付けにした方がいいのが、まあね、車検残ってるまんまで、まあ、整備はね全部どうせ全部やるんで、整備はしてから車検中途半端ですけどね、1年度が1年半、まあ、半年、まあ、ケースバイケースいろいろあるんですけど、どっちがいいかな。これからピースね、あの買い取り専門店もやってるので、車検の残ってる車の買い取りした車、それの、まあ、店頭再販売もこうどん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 やりたくているんですけども、結局その方がオークションから買ってくるより、やっぱ、ね、買い取りの方は頑張ってね、あの高価買い取り、頑張らせてもらいます。なんだけど販売の方はオークションで買ってくるよりやっぱ手数料かかんないんで、その分格安で提供できるかなっていうね。まあだからなんだろう、買い取りでそのまま自社で整備しての販売、一番理想的ですね。ほんと余計な経費が全然かかんない一番理想的な中古車のサイクルかなと思って、それを現実化させたいなと思ってもいるんですけど、まあだからその車検付きの取り扱いをどういうふうに考えていこうかなとかね、普通車だと税金の軽みもあるしね、悩みます、本当に悩みます。まあでも一応ね、ピースでは車の買い取り販売、販売の車に関してもできる限り整備の方やりながら、あとこのね外部保証などもつけながら、車の販売の方対応できております。買取販売頑張っていきます。何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。